どうもー、サバクラでございますよ。やってまいりましたよ。いまだにマスクしておりますが、まあまあもう花粉症とかそういうのはもう全然関係ない状況ではございますが、まあいいかなと思っております。はい、つうわけでですね、まずは、焼けましたよとね、昨日いっぱい撮ってきたこれあるよとね、あとはここ見てたくさん、そうだな、30分ぐらいじゃないかな、放置してこんな溜まるんだよな。なんかもう十分なような気がしてんだけど、十分な効率が出てるような気がしてんだけども、旧スタックを持ってまた焼いていただきましょうかね。これね、全部ガーッと入れて、はい、頑張っていくらでも焼いてくれっから。もうこうなるとかまども増やしてえなって気になりますよね、これね。なんですが、このね丸一製造機どうしようかな、いいのにしたいなと思ったんだけど、割と効率良かったんだよな。効率良かったんだよな、どうしよう。どんどん方進めていきましょう。周りこれ作らせていただきましたね、これぐるりね作らせていただきましたね。完成させっか、じゃあ、今回でね、こう資材もたくさん溜まったことですし、うん、あで、なんでこう装備全部取ってるかっていうと、放置してたので、やられると怖いでしょ。なので全部ここに、入れさせていただきました、一時的にね。忘れてた、ソウルサント取りに行くの忘れてたな。あとあれだな、みんなの初期リスに、僕からもねいろいろとプレゼントしておこう。うわぁ、チケシャー、いきなり現れた、流すと美味しいな。あいつ分かってんじゃねえかよ、幸運のツーラシやっぱり持ってくればよかったな。あとね、近々ねまた集まって収録するんで、ぜひ楽しみにしておいてね。こうコメント欄なんか見てて、俺前動画でこう言ったかな、結局集まった時はみんなで作れるものを作った方がいいから、なかなか紹介に、至ることができないみたいなお話をさせていただきましたらば、お話をさせていただいたと思うんですけれども、結構コメント欄なんかで言うと、みんなの動画見に行く時間ってやっぱりなかなかないと。で、見ようとしてくれているという気持ちだけでもすげえありがたいわけですよ、俺からすると。でもね、だからマグニーが紹介してくれるとありがたいみたいなお話、僕も見に行きたい、そういう会を作ってもいいんだけど、こう集まるたびに、誰か一人のね場所を見に行くっていうのはどうかななんて思ってるんですよ。バカバカバカ、あっ、自分以外の7つに振り分けるので、1、2、3、4、5、これでいいか。微妙な数持ってきてるな、さすが。いただいてくと、ディスペンサーとかありがてえ、絶対スケルトントラップだよな、バカめい。ちょっといただ1個だけかよ、ダボー、ただいま、寝るか。おお、丸石の壁たくさんめっちゃ作ると思うから、丸石の塀になってるな。さあ置いていきましょう。くそー、リズム取りたかったのに。わオッケー、全部引き切ったぞー。じゃあ次はこの本島とつなげていこう、周りをね。自分的にはめちゃくちゃでかいの作ったつもりなんだけど、これ蓋開けてみるとそんなにでかくなかったなっていう、わかりますかこの感じ、蓋開けてみるとほんとそんなにでかくなかったんだよな。もっとでかいの俺は作ったつもりでいたんだよ、この周りのリング 60×60 で作ってるから、数字だけ聞いたらなんかでかい気しないけどね、全然でかくなかった、全然でかくなかった。ほら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 、ここはひっつけない、ここはひっつけない約束だから。でちっちゃい村人もどうにかして通さないようにするから、こういう感じでつなげていきたい。こっちもそうなんですけど、こうでもこいつがね割と邪魔だったりする、割とっていうかかなり邪魔だなこいつ。つなげてこう、つなげてこう、これつなげて、ここもほら、自然にね下をつなげていきたいと思ってます。自慢の滝が終わりを迎える時が来ました。えい、もう今となっちゃいらないか、あそこの滝。はいはい、ここ取る、取る、並べていきなさい、並べていきなさい。でここ取ったら村人が出ちゃうからまずい、それは私とて、それはさすがにできないが、ここはこうやってつなげてあげてもいいだろう。よし、さてぐるっと回って、丸石製造機の裏側もサクッとつなげてあげよう。ええやんか。おお、雪が、雨降ったのね。ここらもうつなげてあげようじゃなくて、つながってんだもう。じゃここをこうして自然にね、外から自然に見えるように。あ、なくなった。
いいタイミングでなくなるね、あなた。ここもいらないってことになるね。はい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 、はい、全部つながったぞ。じゃあ次は、ここを参考にして、ちゃんと自然にね、今と不自然に浮いちゃってるんで、この周りがこう自然にやっていけるようにチェックだな。どういう風になってたっけ、もう自分でも分かんねえよ。あれ何あれ、どこに何の階段使っ、まあ、とにかく階段とハーフブロックを使って、丸石の壁とかあと、石ハーフとかその辺使ってやってってる感じだな。よし、なんとなく感じはつかんだんで、で横の5マスがここからスタートしてるんだよね。ここからここ取るで、あ、水バケツだな。難しいんだよこれ、ハーフブロックになってから。位置的に言うとここじゃないな、こうしてこうだな。でここをふわふわしながらここ取ってここつけて、ここか、ここ取ってここつけて、ここ取ってここつけて、ほーっと危ない、危ない、水の置き場所をちょろっと間違えると大変な目になるね。よいしょ、よいしょ、よーし、はっ、危ない、よし、うまい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 ぞ。これたくさん置けるぞ、これたくさん置ける、おお、最後まで置けたね。慣れてくると早いね、やっぱりね、誰でもそうですけどね。接合部分強いんだねってやって、こういうことだよな。で、こうしてこうして、こう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 、で固定されてる感をねさらに、増加させるために、はいはい、で、はい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 、こんな感じでね、これを各所に行っていくけど、各所もクソもそんなないんだよな、もうやれるところが。よいしょ、ほっ、あーやばいやばい、お願い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 、ダーチュッポン。あ、こっちもできるね、じゃあこっちもやろう。もう段取り分かってっから早いぞ。じゃあちょっと待っててね。ああもうこれはダメだ、ごめんなさい。皆さんもマインクラフトをやられる際はぜひこのような事故のないよう、はい、もうそんなこと言ってる場合じゃない、そんなこと言ってる場合じゃない、帰るぞ。高所の作業だから気をつけないといけないんだけど、本当ラッカー体制のね、やつとかエリトラを常に身につけるとか、そういうことしないといけないんだけど、エリトラを常に身につけるのがちょっと怖くて、まだエリトラちゃんをつけまして、なんかブロック持ちまして、なんでこういう落ち方をしたのか私。たくさんありがとうさん、あとはこの下か、よいしょよいしょ、斧ぐらいじゃないか、あとあった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 、なんでそんなすげえ遠くに飛んでんだよ、見てめっちゃかっこいい、なにこれ、我ながら超かっこいいのできてびっくりしてるわ。回収できてない気がする、上間さんからもらった骨が。ディスペンサーあるじゃん、骨もあるはずなんだよな、もう一回ちょっと飛び降りさせて、いいね、なんかだんだん様になってきたじゃん。まあ今は持っとかないといけないものはしっかり取り戻したわけなんで、よし気を取り直して建築また戻ろう。あれ、ベッドがないんですけど、嘘だ、結構失ってる俺、ベッドなし用はきついんですが、待ってね、もうさすがにねえかな。はい、ただいま皆さん、復活しちゃったよね、アイテムも全部変えてきちゃったよ。嘘です、ヘルメットがありません。確か水中呼吸がなんかついてるヘルメットだったんじゃないかと思ったんだけど、それがなくなってしまいました。はい、そしてベッドもありません、そしてベッド作る術もありません今ね。あるわ、よかったよかった、ベッドだけでも作っときます。よいしょ、ベッドができた、おーおーマイガーッ、おやす。はい、もう次はね、ミスを許されませんが、最善を尽くしてやっていきたいと私は思っておりますね。皆様よろしくどうぞ、もうさっさと作るわ、ほんと調子乗るとすぐこうなるからな。オッケー、完璧ー。
ようやく完成しましたと。あとは閉じて、めちゃくちゃ時間かかったじゃねえかこれやるだけでよ死んでただけじゃん今日。まあでも完成させられたぞ一応。まだねまだね、ここから大丈夫ですよ皆さん、まだ終わりませんよ。このねグローストーンをね周り埋めていきたいと思います。これもね、いい感じの等間隔で埋めていきたいんだけど、あれそういやここ真ん中になってない、今気づいた、今気づいたぞ俺、1,2,3,4,5 ここだ。じゃあこうだ、うん、ちょっとここの真ん中の位置ポジション取りが間違えてたのでいろいろとミスしたんですが、位置を調整させていただきました。結果こうなりました。はい、結果こうなりました。すっきり。じゃあグローストーン置いて今日は終わるかな。ねえグローストーン置いて周りからね、外から見てみてね、終わろう。さあもうグローストーン置く位置も完璧に開けたので、よしこれで多分全部 OK だと思う。はい、で余計なやつを掃除していく、もういらないからね松明も。周りはね、周りを松明取ってく。これ全部取れたかな。よし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 。下から見るとでもグローストーンがもこって出ちゃっててどうなのって感じしますけど、ここもまたねおいおいね、いい感じにしていこうではありませんか。ここだな。で真ん中の道もねグローストーンで湧き潰しさ、グッデイだね、グッデイだね。もうここもじゃあいらないんじゃないの、ここもここもいらないんじゃないか。今日なんかほとんど死んでただけなのに、まあ、割としっかりしてきたよ。よいしょ、おっしゃー、すっきり。下から見ようかな、そうだな、なんかどっかいい見るポイントがあればいいんですが、どうしましょうかね。階段降りてみるか、階段降りて下から途中こう見れるところがあればいいんですけどね、ここもねなんかペロッと出して部屋みたいにしてほしいみたいな話もあったんだけど、そういうのおいおいやってくるからね、おいおいやっていきますんでね必ず。いやーめっちゃ良くなってんですけど、反対側も見に行ってみようか。エリトラの耐久がやばいということはもうそろそろこれかなりまた行動が制限されてしまうということだよ、ことだよ。あ、これは？はい、というわけで本日はこの辺りで終了でございますね。すいません本当に死んでばっかりで、はい、以後気をつけないと思います。せっかく用意した時間が台無しになっちまったよ。じゃあね、また次の砂漠で会おう。グッバイ、ほな。